不眠症、肺疾患、肺痛、頭痛を解消する7つのエクササイズ。おそらく何度も耳にしたことがあるかもしれませんが、ヨガは体型を維持し雑念を払い健康を増進するためにとても素晴らしい方法なんです。肺痛や不眠症、頭痛、肺疾患のいずれにせよ、ヨガがそれらの症状を解消してくれる今回限りの素敵なチャンスがあります。この際、難しい話は抜きで、不眠と夜の痛みのための解決法だけでなく、理想の体型にもなれる短いトレーニングも紹介していきますよ。運動着を着て早速始めましょう。とその前に、私たちの最新動画をいつでも一番最初にチェックできるようチャンネル登録と通知はオンにしてくださいね。エクササイズ1、好きのポーズ。仰向けで寝転び、腕は自然に体の横に置きます。深く息を吸って、お尻が90度の角度になるまで両足を上に持ち上げます。この姿勢からさらに足先が頭上の床につくように持っていきます。体を持ち上げている間、腰を痛めないようにお尻を支えるのを忘れないように、太ももと尾骨をしっかり上に上げて、顎と胸の間に隙間を作ります。質問はないですか？素晴らしい。ではこのポーズを30秒保ちましょう。よーい、スタート。好きのポーズ、別名ハラーサナは、脊椎の柔軟性と背中の健康を改善するには最強のエクササイズです。寝る前に心を落ち着かせつつ、全身の部位をまんべんなく伸ばしてくれます。ただし、もし下痢や生理中であったり、何かしら首に支障がある場合、このポーズはトレーニングセッションから省いた方が良いでしょう。はい、十分です。終了。エクササイズ2、車輪のポーズ。仰向けで寝転び、膝を曲げて足を床につけた状態から始め、この時かかと同士をできる限り近づけるようにします。肘を曲げ、手のひらを頭の両側で床につけ、指先が足の方を向くようにします。そこからゆっくり体を床から持ち上げると、虹の形になります。胸がしっかり開くように、肘はできるだけまっすぐの状態をキープして、足のつま先は外側ではなくまっすぐ前を向くように。そう、正しい姿勢をとるのはかなり大変なことなんです。これがしっかり理解できたら、次はそれを30秒保ちましょう。このポーズはウールドバ・ダヌラーサナと呼ばれ、背筋、首、腹部を伸ばします。血流の循環を良くし、肺を広げて深い呼吸がしやすくなります。そして最も素晴らしいことに、簡単に元気になることができ、ポジティブな考えで満たされていくので、夜には楽しい夢を見れることでしょう。もし背中に支障があったり、下痢や心疾患、低血圧、もしくは高血圧持ちなら、このポーズはやらないでください。はい、3、2、1、いい感じ。エクササイズ3、立位前屈のポーズ。足と肩が一直線になるようにまっすぐ立ち、深く息を吸いながら上体を前に倒してつま先をつかみます。背中は曲げず、腰の部分で体を曲げるように、肘も固定せずにわずかに曲げます。首と肩は力を抜いてリラックス状態をキープ。このポーズをだいたい 3、4 呼吸分保ち、ゆっくりと背筋をまっすぐにしながら元の姿勢に戻ります。では30秒いきます。立位前屈のポーズ、別名ウッタナーサナは、脊椎を強化するには必要不可欠で、脳へ血流を送り続けるので、寝る前にストレスになる雑念から解放されます。立位前屈のポーズの他の健康的なメリットとしては、消化作用や肝臓と腎臓の機能を改善し、また不安感の軽減につながったという例もいくつかあります。このポーズを練習すべきでない人は、背中に支障がある人だけです。では終了です。
エクササイズ4、イルカのポーズ。四つん這いの姿勢でスタートします。前腕は床につけて、肩が肘の真上に来るように、膝が腰の真下に来るようにします。そこから息を吐きながら膝を床から持ち上げます。膝はわずかに曲げて、かかとを床から持ち上げた姿勢をキープします。頭は前腕で固定し、ぶら下げたり床に強く押し付けたりしないように。膝はまっすぐにしても構いませんが、膝を軽く曲げた方が背中が丸まりにくいのでおすすめです。では準備はいいですか？始まる時間です。もし肩や首に支障があるなら、イルカのポーズは適していませんが、それを除けばヨガの中で最も穏やかなポーズの一つになります。もちろん肩や太もも裏の筋肉、ふくらはぎ、足の土踏まずを伸ばし、骨粗鬆症を防ぎ、背痛と疲労を緩和するなど、たくさんのメリットもあります。さらに睡眠前の心を落ち着かせ、抑うつ状態と戦ってくれます。もうすぐ終わりです。はい、いい調子。エクササイズ5、ハーフコブラグラスホッパー。コブラのポーズを取るところからスタートするので、うつ伏せになり、両足を揃えて、手のひらをちょうど肩の横に来るように床に置きます。そこから肘を伸ばして、床から胸を離します。次にグラスホッパーに移ります。後ろで足を持ち上げて、少しだけ上体は低くします。持ち上げた両足をつけるので、膝は少しだけ外側へ広げます。これがハーフコブラグラスホッパーのポーズです。では毎度のごとく、これを30秒保ちましょう。この一風変わったポーズは、賞与を受けたフィットネスインストラクターであり、ブロギレイスというフィットネスブログを運営する起業家でもあるケイシー・ホー氏によって作られました。ハーフコブラグラスホッパーのポーズは、全身に程よいストレッチを与え、体幹、腹筋、太ももと背筋に驚異的な効果を発揮します。さらに肺を広げてくれるので、深い呼吸がしやすくなります。5 4 3 2 1、上出来です。エクササイズ6、壁に足を上げるポーズ。仰向けの姿勢で寝転び、名前の通り壁に足をまっすぐ立てかけた状態でスタートします。あなたがしたい、もしくはできる範囲で床から骨盤を持ち上げましょう。もしもっと簡単にしたければ、巻きタオルを腰の下に置いてもいいでしょう。もし骨盤を持ち上げることが難しければ、その部分は飛ばして壁に足を立てかけただけでも構いません。この姿勢分かりました？いいですね。ではスタート。壁に足を上げるポーズ、別名ビファリータカラには、最もリラックスできて穏やかなヨガポーズの一つです。体力の回復、心の安定、ストレスの解放、落ち着いた夜の休息に向けた心の準備をしてくれます。ですが他のポーズ同様、ビファリータカラにも万人向けではありません。もし生理中であったり、目、首、背中に問題があるなら、このポーズは飛ばしましょう。その調子、素晴らしい。では最後のエクササイズいきますよ。エクササイズ7、全身の体幹ストレッチ。最後の締めに全身の体幹ストレッチをして、トレーニングを終わりましょう。うつ伏せに寝転び、足をできる限り後ろへ伸ばし、両肩を互いに押し合わせ、前腕を床に置きます。ゆっくりと上体を床から持ち上げ、腕をまっすぐ伸ばします。では最後のエクササイズいきますよ。全力で頑張ってくださいね。背中のストレッチにおいて、最も重要なことの一つは、体幹を意識することです。特にこのエクササイズは、肺を広げて呼吸を楽にするために最適です。
トレーニングには完璧なエンディングだと思いませんか？残り5秒。はい、お疲れ様でした。今どんな感じですか？かなりいい感じですって。このトレーニングを週 2,3 回行えば、不健康な問題が減っていき、より引き締まった体になっていることに気づくでしょう。完璧にウィンウィンな結果こそ、私たちみんなが求めているものですから。あなた独自の不眠症や頭痛を解消する方法はありますか？ぜひコメント欄でそのノウハウをシェアしてください。高評価ボタンとブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。